よぽにぽにだしです。今回はですね、早速世界チャンピオン優勝デッキをですね、僕が使って、凄腕の覆面社員を倒したいと思います。早速やっていきましょう。OK、いくぞ、バトルスタート。あー、ソーナンススタートですか。何デッキだ。こっちが出てくる。まずは1枚引きます。1枚引いてとりあえずまあアズサ使います。アズサを使ってベンチに出しまして、テフにつけてバン、終わります。どうぞ。ミステリーエネルギーね。なるほど。パターン、おお、いきなりパターン。何デッキだ。エネル不思議なバトルサーチャー。プルタの先輩と後輩、ゴースト。うわ、あれか、それ新しいゴーストだから、新しい原価デッキじゃない、もしかして。うわ、出た出た出た。それですぐ新しいカード使うんだから。ミシリブね、はい、いいでしょう。今引いてくるが良いですよ。カペリフ GX とラティオス、なるほど。いきます。1枚引きまして、オクタに進化します。ハイパーボール、鉄砲魚と不思議な目トラッシュして、サイズ X を加えます。不思議な目、サイズ X に進化しまして、アビサンドを特性使います。4枚引きます。3ほいで5枚ね。 OKOK。エナジードライブ、60ダメージ倒します。よし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 、来たぞ来たぞ。さあどうぞ。はい、カペルジックスね、特徴のタッチ N を加えると、はい、ラディオスを出す、エネルギーをつける、次元の谷、はい、なるほど。おー、来た、ゴーストに進化ね。はい、特性で両者混乱する。うぅ、出るね。こっちは5枚、そっちは6枚引く。ゴーストの、もう一匹のゴーストだ、なるほど。はい、逃げる、ラティオスで、ブレイクするね。谷が出ているからエネルギー1個で使えると。よしのサイトチックスがダメージを受ける。はい、引きます。ワンドエネルギーつけます。秘密の泉でさらにペアエネルギーつけます。さらにここでフィールドブロワー、次元の谷をトラッシュします。オーエルジックスを使います。はい、トラッシュから10枚好きなカード選んで山札に戻すという効果です。はい、この10枚戻します。どうぞ。グズマ、はい、オクタンを呼び出してくる、なるほど。バン折り、お、よっしゃよっしゃ、バン終わった。ダブル色エネルギーつけます。あ、特性があるから秘密の泉は使えない。サイドジェックス、リミットボス90ダメージです。どうぞ。ゴースト、なるほどね、またしても混乱。
エルリード逃げます。キャピリジックス前に出して、エナジードライブ通します。よし、サイド2枚目来た。ゲンガー来た。うわー出た。うわー、しかも谷来た。なるほど、やばい。リプショー来た。相手がダメカンに3個持っている場合、相手のポケモンを気絶するという。えぐいね、こいつはえぐいですわ。引きます。1枚引きまして、秘密の泉使ってフェアエネルギーつけます。先読み使います。5枚見る。鍵盤を並べ替えまして、アビサンドで1枚引きます。1枚引いてサイドジックスにエネルギー1個つけます。バトルサーチャーで N 使います。4枚引きます。ほい、そっちも4枚。はい、インフィニットフォース5枚ですので150ダメージ倒します。残り3枚。レベルボールね、ボスハイパーボールね。ゴーストいろいろトラッシュしてゲンガー、もう一匹来たか、もう一匹来たかゲンガー。しかしこのワンダーエネルギーが効いているような、ワンダーエネルギーがあればその効果、技の効果を受けなくなりますので、これはこのマッチアップはドンマイですね。ふっふい。うわ、グズマン、サンジックスこっちね。はい、こっちを呼び出してが来る。お、ゴーストが来る。ほほほ、毒に、相手の持てるポケモンを毒にする。次の相手の番、このワードを置いたポケモンは逃げられない。なんだって。でポケモンチェックでダメカン1個乗る。引きます。そんな技を覚えてるとは。1枚引いて、しかしながらですね、関係ないんだな。グズマン、カプリジックス、カプテフ GX をお呼び出しして、ダブル無色エネルギーをつけます。インフィニットフォース倒し、1,2,3,4,5,6,7,6,18,180 ダメージ倒します。残り1枚。よし、これは勝ったんじゃないですかね。これはこれはマジ勝ったんじゃないですかね。そのハンマー、マジマジそのまま入ってんの、マジ。え、やばい。ミステネギーついて、はい、クリープショーね。やばい、これでいくしかね。いきます。はい、バトルサーチャーでプラタン博士7枚引く。インフィニットフォース、エネルギー2個分で60ダメージですね。はい、どうぞ。はい、逃げる。カプテフ GX 曲げてくる。エナジードライブ、40ダメージですかね。50になったら、はい、やべえ、ダメカンが乗ったぞ。引きます。うい、引いたのはバトルサーチャー。そして、先読み。先読みをして、アビサンドで3枚引きまして、エネルギーつけて、特製秘密の泉でエネルギーをつけて、バトルサーチャーで、あ！いいじゃない、紹介して。ダメだ！グズマ使おうとした。オクタに加入しちゃってなかった。うわ、マジしくった。マジしくったぞ。マジしくったぞ、これ。バトルサーチャー、グズマン使います。そして、じゃん、一旦じゃあ、ラティオス、こちらは、オクタン、どうぞ。あー、マジでミスったはっ。このカードは、のしか使えない。相手の道を、一枚。え？
ですか？クリップ賞。うわー、最後残した2枚は新しいゲンガーだよね、やっぱね。はい、というわけで向こうは新しいゲンガーを使った卑怯なデッキを使ってましたけれど、新しいゲンガーは出てこなかったんですけれど、というわけで皆さんもぜひね、世界チャンピオンのデッキとかもね、ホームページ上がってますんでね、そちらを作ってみたりとかね、また新しいデッキにも挑戦してみてください。また来週。